山今歩いてきた。
こちらもいた。誰もいない。人が誰もいない。あんなにさっきご飯食べた。
レストランか、目的は。うまいのか、この元木さんって。あ、踏み込んですね。薬膳ホールと鹿カレー。素直な方と出してくれない。薬膳とは言えなかったね。あ、この角屋さんでバス旅が入った。ここにあるね、このバス、このバス停で。様にメインですね。駐車場もでかい、ね、あそこにもお豆腐屋さんある。バスが来ましたって言ってる。バスが来ました。キートンさん、どうした
つになったんだってすごい。
富士山が見えない割には若干いるんですね、この辺。